手を出さずにいたけど、王女はそろそろ限界みたい。仕方ないわね。下がりなさい。これ以上は危険よ。何を、邪魔しないで。私は証明しないといけないのよ。彼の剣を、私の剣を否定なんてさせない。無茶をしてはいけない。ルージュ、命を落としてしまえば自分の剣がどうなんて言えなくなる。未来のことを考えるべきだ。あなたの剣にはここに至るまでに経験した多くの苦労が見える。傷つき、苦しみ、それでもなお進もうとする立派な持たざる者の剣だ。何ですって、立派？天才の剣の前にあっけなく破れ、不造無造の吸血鬼にすら押される剣が。アレクシア、さようなこと言わないで。ルージュ、いいわ、見せてあげる、証明してあげる、私の剣が誰よりも強いってことを。邪魔よ。吸血鬼を一撃で。どうして彼女がこの姿に。なんだかヤバそう。もうちょっと離れていようかな。またこの変身、未来人の特殊能力なのかな。そんなわけあるか。こんなの元の世界でも見たことない。むしろ禍々しい。そう、魔人ディアボロスのような。制御できない力に取り込まれ、我を失っているみたい。魔人か。え、まるで魔人ディアボロスのような凶暴さ。制御を失い、理性をなくして暴れ回るこの現象、魔人化としか言いようがないわね。見たかしら。努力と研鑽によって持たざる者の剣は最強の剣になった。私は彼を、シャドウを超えたのよ。シャドウ様を超えたなんて、そんなわけないでしょ。証明してあげる。でもね、あなたごとき打剣ではダメよ。シャドウを出しなさい。ほら右、次は左。さあさあ、必死に避けないと首が飛ぶわよ。イプシロン、引きなさい。アルファ様、シャドウ、シャドウ出てきなさい。シャドウは死んでしまった。それは彼女も知っているはずなのに。アルファ様、サポートします。来るな。あなたの手には負えないわ。下がっていなさい。しかしシャドウ。彼女の剣、確かにシャドウに似てるわ。力ずくで止めるしかないけど、手加減ができるような相手じゃない。シャドウ、いつまで隠れている気？あなたがそのつもりなら、いいわ、仲間を皆殺しにしてあげる。そうすればあなたも出てくるでしょう。まずい、みんな逃げ。壁が崩れる。ロンド、危ない。ルージュ、土煙で前が見えない。イプシロン559。はい、無事です。559も一緒にいます。はい、負傷もしていません。イータは無事、避難してて正解だった。ナナ、ルージュ、アルファ、ルージュが崩壊に巻き込まれた。瓦礫の下敷きになってる。助けないと。
この瓦礫の中から。ノンナ、落ち着いて。あなたも分かっているはずよ。それは、でも。ノンナ、分かった。一旦離脱するだけよ。ルージュの安否は分からないわ。諦めないで。ありがとう。いいのよ。さあ、急ぎましょう。